毎週火曜日のこの時間は神戸カヌ文のブラッシュアップですはいえー、初めて一人で旅をしたことって覚えてます僕は大学生の頃ですね、はい、どちらに四国の方にうどんが好きなもので青春18切符を手に行きましたね, <laughs> いいね <laughs> ああなるほど、ね、電車ですねどん工だけ乗れる橋本さんは私はちょっと一人 行動が苦手でしてまだ一人旅は行ったことがないですじゃあ二人でもいいけどどっか行ったことある小さい若い子小さい若い子。今も若いけどそうですね1代とか20歳前後二十歳前後去年は卒業旅行で友人と石垣島に初めて行きましたなるほど星を見てあまりの美しさにもう涙が出てきたので自然と涙が出るんだなっていうのを経験しましたいいねうん あの私は17歳の時に青春18切符を買って、はいはい、で当時スマホがないからあの地図帳を手に入って,てはい、はい、それと初めて時刻表を買って。 で、ええ、その2冊を持って始発に乗り込んだんですよで、ドンコーしか乗れない切符なんですよね、ええ、でそれを持ってどこまで行けるだろうかと自刻表を見ながら一番遠くに行こうと思って行ったのが長野を通って富山を通って石川に入って輪島だったんですよ、ええ、終電で輪島に着いて真っ暗な、ええ まあ、駅の出たところ真っ暗だったんだけどうん、うん、どうしようかな駅に泊まろうかな寝袋持ってたんですよね、えー、だけど目の前に素泊まり旅館があったので3,000円だったか2,500円だったか、うん、で、えー、泊めてもらって朝輪、えー、島の街をちょっと見てまたすぐに電車に乗って出かけるっていう,う、まあ、6日間だったんですけど非常にこう初めて旅した。 その時に地図帳の通りに日本があるな半島の付け根をトンネルくぐったら、はい、多分湾があるはずだなと思って見てたら車窓にパッとトンネル出ると湾が広がると「わあ地図の通りだ」って当たり前なんだけど、うん、まあ今スマホがあればね手元で全部できるんでしょうけど、うん、まあその時は地図帳と時刻表を見ながらどこまで行けるかっていうのは17歳の3月、うん、ちょうど40年前のことでそれが。 あの和島だったんですよね<ー>最初の行き着いたところが、えー、だから今回、本当にこうなんか考えちゃいましたね、うん、あの町がと。そうですね、特に朝市通りはまたその地震を、えーあのー、きっかけに火事が発生してしまいまして、ねね、私あの、年末年始は群馬の実家に帰っていたんですが、えー、緊急地震速報が出て、なんでと思ってです、ね、えー、どこと思ったらノートだと、うん、びっくりしたんですよ。はい 能登の地震って、あの、震源が浅いんですよね。うん群発地震ずっと起きてましたけど、はい、15キロ、20キロぐらいで、はい、浅いっていうことは、あの、広がらずに上は揺れるんだけど、そこ、うん、そこまで遠くに広がらないんですよ。で、地図で見ると、私の行った群馬県とは200、200キロ以上離れてるので、えーまあ、九州で言えばあ、鹿児島に近いぐらい、福岡と、はい、そのぐらいの距離感があってですね、えー 浅いところで起きた地震でなぜこちらに緊急地震速報がと、2度目の緊急地震速報では本当に揺れました、震度2でしたけどね、すぐにこう津波の話とか、あの子どもたちがしだしたんで、能登、はい、で起きたもの浅いから津波の警報は出ないはずだよって言ったら出たんですよ、うん、でその時に、なんでと思ったんですね、うん、おかしい。うん あ規模が違いすぎる、うん、今までのっていうのはすぐに分かったんですよね。はい、で津波警報が出,出て えー、結果あ、佐渡島の西の方まで大きく震源域が広がっていて、うん、大きな断層がいっぱいつながって揺れたということが、まあ、今の段階ではもう分かってきてますから、はいまあ、半島の下で起きてる活断層の群発地震というレベルではなくて、さまざまな活断層がつながって一緒に動いちゃったという、このお映像を見ると、 あまりにひどい状況ですあ今日の朝刊見ても、はい、あの読売新聞だと、死者は168人で、安否不明が323人となっています、うん、あの正月のあの瞬間に、えー、命を奪われた人たちが、まあうん、直前までお正月、規定してお祝いしていて、家族で過ごしていたっていうのが一転しているわけですよね。うんはい まあ、本当にあの日本というのはどこでこういう地震が起きてもおかしくないんですけど、えー、改めてちょっと考えさせられちゃいましたね、それから日航機の事故ですね、うん、そしてここからの火災、はいまあ、こういう年の明け方っていうのは、もうあまり経験したことないいや、ないですよね、えー、もう本当におめでとうって言い難かったですね。 とだけどあのちょっとフェイスブックで気になったのが「夜直し堂」の中谷さん。中谷人さん、はいはいえー、がフェイスブックに「えー、明けましておめでとうございます」えー、と書いていたんですが、えーあの「年明けから世の中の出来事でおめでとう」という言葉を発するのに抵抗感がありました、うんえー、というふうに書いてたんですけど「はいえー、で夜直し堂」のことだと思うんですけど。 そんな気持ちを持ったまま火災に見舞われた小倉のおから中継することになりましたご縁あって当期の戸田の5代目の戸田さんが出演してくれることになりました当期、うんまあの戸田さんはあ創業140年の老舗なんだそうですが今回の火災でも被害を受けていると。 インタビューのお願いいいいを電話でささせててたただきまましたと中谷さんが書いています。僕は教えてもらった電話番号を押しながら2日前にお店で焼けてしまった方にどんなご挨拶をしてお話を進めたらいいのか考えていましたと,、うん、ところが電話に出られた戸田さんの一言目は明けましておめでとうございますでしたと、うん、僕は正直用意していた言葉を失いましたたどたどしく説明する僕の言葉を聞いた戸田さんは出演を引き受けてくれましたと。えー こういった経験をフェイスブックに中谷さんが書いてたんですよ。ええ、で、明けましておめでとうございます、今、心からそう思います、どんなに大変でも今の瞬間に幸せを感じることができる力を持とうと思います、うん、先はある、明日はある、夜は明ける、そしてあなたは一人じゃない、僕も一人じゃない、うん、今年もよろしくお願いしますと中谷さんがフェイスブックに書いていてました、うん、僕はこれを見ながら、非常に心打たれたんですよね。 あのいろんな災害があっても,も、まあ、日本列島に暮らす人たちはずっとこれに耐えて、えええー、過ごしてきて今私たちがい生きてるわけですよね、はいえー、どんな災害でも耐えながら乗り越えていかなければいけないし、うん、乗り越えてきたんだろうとも思います、うんはい、年明けに際してあの中谷さんのこういう言葉を見た時に僕はあの励まされる気もしましたし、うんうん、自分たちも被災地と一緒に うん、寄り添いながら生きてい,きないかなきゃいけないなというのをすごく感じましたさて8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を、はいえー、若い頃に出会ったその出会いが人生を大きく変えた人たち、うん、モスクワ放送の日本人についてお話したいと思います。 落語家の立川翔史です一週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組立川翔史のニュース落語もう聞いていただけましたか政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみくださいアップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川翔史で検索してフォローお願いします また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川少子金サイトを聞いてください毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川少子のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川少子のニュース落語どうぞご引きにめちゃくちゃお得ですからねこれね あ,あ毎週考えてんだよ。